取り壊すのも何億ってかかるからこのままになってると。で、管理者の行方が不明になってるからっていう、まあ一応噂ではあったりする。場所ではないね。床が抜けそう。そう、気をつけて。アルバム落ちてるけどさ、たけし君の生い立ち、昭和48年。これがさ、なんでこんなとこにホテル？ホテル、旅館でしょ？宇都宮の生まれだ。星たけし。アルバム捨てに来たのかな？ちゃんとした幸せそうなね。この実家にあるやつでしょ。そうそうそう、絶対そうだね。うん、なんだろう、いきなり気になる。え、生きてんの電気？多分単品なんだ。単品電池とかじゃないのか。あ、怖っ。怖いね。怖いね、なんかね。ちょっと怖い、この膨らみ。うわ、膨らみ怖いね。特に何もないですね。おう、どうぞ。おう、すごい立派な、うん、そうね、立派な、うん、あれ星、え、星藤太郎、藤太郎、どうだ、星ってさっきのだよね、星強氏の。そうそうそう、先代だよね。え、じゃあ経営者の。ああ、っていうことですかね。を、なんか住みながらやってる。多分そうだね。なるほど。実家が温泉。実家兼、そうそうそう。お、すごいね。わわ。あ、結構足元悪いから気をつけて。はい。うわ。うわ、これ行くのこれ。すごいね。ああ、もう木が腐ってる。はい、はい、どうぞ。うわ、すごいな、これは。すごい、すごい。お化け屋敷だよ。水の流れが。うわ、これはいけないね。奥、宴会場、まずいね。いける？先代の私が、私が、いや、それ割れるやつだよ。無理か。うん、これは割れるやつだね。
絶対行かない方がいいやつだ。これかぶりだ。うん、これは行かないやつ。そうだ、いや、土台とかも、もう折れてるよね。うん。階段が崩れてここに見えてる。うん。階段だよね。これ階段だね。階段だ、確かに。階段がね。階段がね。気をつけて。抜けちゃってるな、完全に。階段が。うん、すごい変わってる。迷子になっちゃうね。もう気持ち悪い。気持ち悪い。すげえ。すべての方が。気持ち悪いね。塞いだ感じかな。塞いだ、ね、気持ち悪い。うん、塞がれた部屋は結構あるね。そうだね。うん、もともと奥、石の壁があるから、うん、別の建物を、つなげてる感じですけど、ね、ストリートできるかなっていうあのなんかファッションビデオだね、これ、試してみよう、口説き落として素人娘のも脱がせてやっこのお口とフフフフ食われるとだったエロモンスターに早く俺取り憑かれてたわ素晴らしいね。ん、え、イノキか、ファイト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 、危ねえ、やばい、うん、うわ、やばいよ、やばいよ、やばい、あ、やばいね、とりあえず下見えてる、え、そう、あ、ここも結構やばいわ、穴開いてるんだけど下の階見えてる、わかるかな、この階見えてる、ここちょっと緩い、広いね、すごい抜けてる、うわー、すげえ、足の方もボロボロだけど、なんか居住スペース、ああ確かに、あれなんだ、お星さんかな、やっぱり、やっぱりそうじゃないですか、すごい古いよ、うん、なんか同じ人たちじゃないみたい、もっと昔に見える、お、そっち着けた、お、鹿の間だ、鹿の間に出るの、スーパーカーみたいな感じかな、あースーパーカーブームの世代、あ、星たけし、星たけし、お、歌いましたね、星たけしのアルバムがあるし、うん、生まれてから、うん、
今子供のとこまであるよね。あるね。これ全部星たけしか。たけしくん。うん、星たけし。これ結構前の感じだよ。おじいちゃん。ふんふんふん。星さんか。ね。うん。晩年の感じ。うん。星二郎、うんうん、星家だね。星家だね、やっぱり星家の写真だね、うん、お恐ろしい。卒アルじゃない。卒アルっぽい、ね、1993年。はっ、1組見た。星なんて読むの。でも星くんいるね。星くんだね。やっぱ星なのかな。ここは星めぐみだよ、これ兄弟。お誕生日おめでとう星めぐみ。あ、怖え。6歳布団めぐみって書いてある。すごい古い。ブラのパッド。おお、神様。神棚。ええ、めっちゃブラのパッド。何、めっちゃブラのパッド、ね、家だね。家結構豪華じゃないな。すげえ。うちのばあちゃんこれの10分の1ぐらい。いや、すごいね。え、ここも家の一部ってこと。家の一部か、これ。この人ってことはない。どっちかっていうと右の人が若い頃じゃない。あ、似てるかも、うん、あ、似てる。そうだね。この人はお母さんって感じ。この人っぽくもあるね。多分この人右の人だと思うよ。ええ、え、この人の間。この人の間。顔の感じ似てるな。似てる似てる。え、これ見てていいもんじゃないよな。うん、気持ちも良くねえな。そうだね。なんでさ、うん、旅館のさ、ここ 4,5 階じゃん、うん、家じゃないじゃん。家じゃないとは思うんだけどね。誰かここに運び入れてるよね。しかないよね。で、旅館だよね。しかもさ、襖一回外して入れて直してるよね。このサイズ、あ、ギリギリ、まあいけんこともないけど、うん、まあでも外した方が楽だね。なんでこんなとこにしっかりとした家、結構いい家柄だったんじゃない。まあでもこんなでっかい旅館を経営してるぐらいなんで。そっか、うん、そう、ここの人だとしたら。そう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 。星たけし、たけしくんのことです、ね、頑張れ頑張れ。リッツ、リッツさんか、もしかしたら。そうですよね。こんな触るもんじゃないね。でもすまん、星リッツ。これ何だ、うん、地方裁判所民事第12部準備書の原告き、あ、訴えてる？被告訴えてるんだ。ここが、ここがその…さんを訴えてるとは。訴えてる。
あ、建物のあれだ、工事のあれだと、なんか多分、うん、まともな工事やってもらえなかったとか、ああ契約と違ったんだと思う。作りおかしいもんね。作り変だね。建物に後々欠陥が出てとか多分、うん、調べたら適当な工事だったっていうのがめくれちゃってとかいう可能性あるよね。やっぱここさ、うん、あの、まあ、結構いろいろ行ったり来たりしたけどさ、うん、あの変な作りだもんね、まあ、形が変、迷子になっちゃう、うん、結構さ、そっち系のその分かるじゃん、あ、まあ、職業柄で、うんうん、やっぱちょっと変だよね。そう、まあ、あるっちゃあるの、ね、こういう継ぎはぎで見たことな い, ない、ね、いや、その時代的にはそういう風になんかあったのかもしれないけど、もう今ではもう全然絶対考えられないような作りになってる、うん、なるほどね、うん、で結構この旅館がダメになって取り壊されないのもやっぱり、うん、バブルの頃に作られて、うんうん、まあ、調べたところによると、あの、まあ、負債がその後できて、うんうん、取り壊すのも何億ってかかるから、うんうん、もうこのままになってると。で、管理者の行方が不明になってるからっていう、まあ一応噂ではあったりするだけど、なんか閉じた方がいい閉じる どうなんですかね、分からんね、ちょっと触れないね、どっちの方が正しいのか分かんない、うん、ちょっと触れないよね、うん、あんまり踏み込んじゃいけないね、こういう人の死だし、じゃあ出ましょうか。出ますか。どうかな、うん、たけし君の生い立ち、どうやって出るの、で、出れない、フロントだから、ん？さっきの、だよね。これは来たよね。ここにどうやって来たっけ、まず最初。と、住みながらやった。多分そうだね。あの、実家が温泉。実家兼、そうそうそう。でも、こういう風に進路に行ったから、うん、戻るんだったらこっちなんだよね。なんか、同じ人たちじゃないみたいな、もっと昔に見える。通ってないよね。ここ通ってないっけ？これ見てないもんね。星家だね。星家だね、やっぱり。新しいとこ来ちゃったよ。たけし。たけし君のことです、ね。頑張れ、頑張れ、リッツ。はいはい、ここは。あ、これはね。まあ、星リッツ。これお骨とかの。あれ？え？さっきあっちから見たから戻って。同じ部屋があるわけじゃないよね。被告、タイトル、ここが、ここがそのタイトルとか、タイトル、継ぎはぎだらけでさ、うん、増築しまくって、増築しまくって迷路みたいな、そうそう、本当に作りおかしいもんね、作り変だね、あれ、こっちだって家のほうだ、話閉じ込められてんじゃん、どうだろう、脱出できた。あ、帰れた。落書き増えたりとかないよね。怖い。おばあちゃん、始まりの場所だね。そうだね。ちょっとね、人が死んだりとか、一家がどうとか、あの、お金のことで揉めたりとかで、あんまりこう、他人が踏み入れるような場所ではないね。そんな感じの。家の間の回でした。